さてここからは見事な司会をしていただいた野菜ソムリエの尾形くんから広報課の小林がボトンを引き継ぎます。私は普段はプレスリリースの担当をしています。このコーナーでは食と脳に関する研究をしている研究者から私たちの生活に身近な話題をご紹介いたします。またご紹介に合わせて司会の私が視聴者目線で質問もしてみたいと思います。皆さんも質問や感想がありましたらコメント欄までお寄せください。ではまず簡単に3つのお話をご紹介します。1つ目は国内のご当地乳酸菌で旨味増強、熟成促進をして生まれた国産チーズの開発ストーリー。2つ目は農作物に農薬を使用せず天敵の昆虫によって守る、天敵を使って野菜の害虫を退治する研究。3つ目は世界中から植物の種などを集めて保存する活動とその大切さについて、遺伝子源って何のお話です。それではまず1つ目の国産チーズの開発ストーリー、お話しくださるのは食品研究部門の小林美穂さんです。よろしくお願いします。紹介ありがとうございます。小林です。皆さんこんにちは。今日は農研機構がトライした、国産ナチュラルチーズをもっと特別なものにしようという取り組みについて話したいと思います。まず私の職場を、紹介します。私の職場は農研機構の研究所でつくば市の南端にあります。そこではいろいろな家畜を飼っているんですけれども、常時20から30頭の搾乳牛も飼育していて、朝と夕方に、搾乳をしています。また、研究所にはこの乳化酵工場がありまして、チーズや発酵乳、クリーム、バターなどの乳製品を試験のために製造することができます。で、私はここで乳酸菌と利用について研究しています。さて、本日お話しするのはこの私たちの研究成果を生かして国産ナチュラルチーズをもっと特別なものにしたいというものですが、そのために消費者のチーズの買い方、食べ方について最初に見てみましょう。で、これは2016年に食農ビジネス研究推進センターの支援で調査したものです。まずチーズをどのくらい食べていますかと聞いてみました。一番多い答えは週に1から2回で約 30% でした。で、週に1回以上食べますと答えてくださった方を合計しますと約 51% でした。で、また購入するチーズのタイプを、聞いてみました。で、今でも主体はこのプロセスチーズのようなんですけれども、プロセスチーズしか食べないわけではないようです。で、そこで、ナチュラルチーズを購入するときに重要視すること、これについて次に聞きました。で、これはこれらの選択肢を示して複数回答してもらった結果です。で、1位はナチュラルチーズの種類でした。で、消費者の皆さんはそれぞれ好きな種類、例えばカマンベールチーズが好きとかゴーダチーズが好きとか、種類を重要視して買うようです。そしてこの2位は好みの味とのことで、このチーズが好きだなと感じるとそれをリピートして購入するようです。そして注目したいのは国産であるの回答です。で、外国産の輸入品や認証付きよりも、高い得点となっていて、潜在的に国産を求める気持ちというのが高いことが分かりました。で、ちなみに MC の小林さんは、はい、チーズをよく食べる方ですか？あ、チーズ好きなのでほぼ毎日食べていると思います。あ、そうですか。どんなチーズ、買うときには何を重要視して買いますか？私もチーズの種類とあと好みの味をに注目して選んでいますね。例えばクリームチーズとかゴーダチーズとか、はいはいはい、あとカマンベールチーズとかはよく食べます。あ、そうですか。カマンベールチーズ人気ですよね。美味しいですね。はい、で、
この調査結果の1位と2位と大体同じということで、ぜひともこれから国産であるというのも注目して選んでいただければいいなと思います。はい、それでは今消費者の皆様、買うときにはチーズの種類とか好きな味というものを、重要視するということでしたけれども、これらの、好みの味とか種類とかこれらはどのように決まるのでしょう。簡単にはですね、原材料と作り方で決まります。でチーズはこの世界中に1000種類以上あるとも言われますけれども、基本的な材料は乳と塩と乳酸菌の他にも発酵微生物、あと加えない場合もあるんですけれども、乳をゲル状というかそのお豆腐状にプルプルと固めるレンネットという酵素です。でこの乳に関しては、乳の種類、牛とかヤギ、羊、水牛などの乳が利用されて、乳脂肪の量を調節する場合もあります。で塩に関してはその量や塩を加える方法などが違いがあります。で作り方とかあとは熟成ですけれども、これはチーズの種類によって決まった工程があるんですけど、わずかな工程の変化も大きく品質に跳ね返りますので、同じ種類のチーズでも作り手によって個性の違うものになってきます。でここで私たちの研究はこの乳酸菌ですので、乳酸菌がどのようにチーズ製造に働くのか、国内でも人気とか知名度の高いゴーダチーズ、先ほど MC の小林さんもゴーダチーズ好きですよって言ってくださいましたけれども、その製造例を例にとって話してみたいと思います。こちら、ゴーダチーズの製造の概略です。原料乳を、加熱殺菌する工程から始まります。で乳酸菌がよく働くような温度まで冷やして、で乳酸菌のスターターを加えます。この後よくスターターという言葉が出てくると思うんですけれども、この場合はそのチーズ製造で、使う生きた乳酸菌のことを言うと思ってください。でこのスターターを加えるんですけれども、加えるスターターの乳酸菌は、このようにコロコロとした乳酸球菌で、このミルクの中で増えて乳酸を作ります。で乳酸を作って pH を下げると、次に加えるレンネットが働きやすくなるというわけです。でスターター乳酸菌とレンネットを加えて1時間ほど経ちますと、ミルクはこのようにお豆腐のようにプルプルと固まってチーズカードになります。でこれを、ピアノ線を縦横に貼ったようなカードナイフというものでこうさいの目状に切りまして、でこのさいの目状に切ったものをゆっくりとかき回す と、カードからチーズホエーというものが染み出してきます。これは牛乳の水分でして、このような黄緑色をしています。で十分にこのチーズホエーが出てきましたら、カードだけ集めて、このように圧搾して、型に入れて固めて、塩漬けして乾燥して数ヶ月にわたる熟成に入ります。でこの最初に加えたスターターの乳酸菌というのは、この熟成の期間中に死んでいくんですけれども、酵素が働いてこの乳成分を分解してチーズの味や香りというものを生み出します。で、このようにスターター乳酸菌というのはチーズを美味しくする主役なんですけれども、実はそのこのスターター乳酸菌とは違う乳酸菌も熟成中に働いていることが分かっています。でその乳酸菌はだいたいこのようにちょっと細長い乳酸環菌という細長い形をしているんですけれども、この加熱殺菌や加熱殺菌から免れたものとか環境から、ごくわずかに入ってくるもの、これが、この熟成の期間中にじわじわ菌数を増やして、ついにはスターター乳酸菌の菌数を逆転してチーズの熟成を進めることになります。
でこのチーズの中で長く生きて働く、非スターター乳酸菌を、私たちは意図的に添加してコントロールしてチーズに意図した特徴をつけようというのが私たちの狙いです。なるほど。じゃあチーズ作りでの乳酸菌の役割というのは牛乳が固まるための環境を作ることと、あと狙あの味とか香りを熟成中につけるということなんですね。はい、その通りです。私たちの場合は、ご当地の乳酸菌から分離した乳酸菌を、味や香り、それで味や香りを特徴をつけることによって、まあ、地域ブランドチーズを作ろうということで物語性も付加できればいいなということを考えました。で、こうしてチーズの熟成中に働いて熟成を進めて意図した特徴をつけると、このような熟成用チーズスターターの開発とそれを利用したこの地域ブランドチーズの創出を目指した J チーズプロジェクトというものを、始動しました。でこの J っていうのはジャパンの J です。で利用する乳酸菌はご当地の発酵食品から分離したんですけれども特に低温で熟成するチーズの中で増殖して長期間働く特徴というものを重要視して選抜をしました。で、そしてですね、最終的に効果の異なる4種類の乳酸菌を選びまして、4種類の J チーズスターターを開発しました。内訳は酒粕に由来する菌、あと長期熟成チーズに由来する菌、あと地域の漬物に由来する菌をチーズスターターにしたものです。こういうチーズとは関係のなさそうな酒粕ですとか、あと漬物から取られてきた乳酸菌が使われているっていうのは面白いことですね。はい、今乳酸菌のスターターについてお話しいただきましたけれども、今日は実際にチーズを食べて乳酸菌の熟成の効果を感じてみたいと思います。でこちらに輸入のゴーダチーズを3種類用意しました。とこちらからと一般に売られているようなものと、あと500日熟成をしたもの、あと1000日熟成したものになります。では小林さん、若い方から食べていきましょうか。はい、千日熟成とはとても高級品で、どうもありがとうございます私も初めて食べます。あ、はい、ではこちらから普通に売られているゴーダチーズ。はい、そうですね、これは本当にスーパーとかで買うゴーダって感じですね。うん、ちょっとバターの香りとかミルク感がすごく残っていて、あと少しわずかに苦い感じですね。まあ、そうですね、わずかにほとんど甘いですけど、はい、ちょっとだけ苦いですね。ちょっとだけこう喉のあたりにこうに苦味がゴーダチーズの特徴が出ていて美味しいと思います。あ、はい、美味しいですね。はい、ちょっと硬い感じですね。刺した時点でもう硬いですね。うん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 、ちょっとジャリッとしませんか。そうですね、さっきのように弾力がなくて苦味も全然感じなくなってるんですけど、はい、でもちょっとジャリッとしますね。はい、おそらくそのチーズ熟成が進むとアミノ酸にまで分解されるんですけど、はい、多分その水に溶けにくいチロシンとかのアミノ酸が析出してこのジャミジャミ感になるんだと思います。なるほど、はい、だいぶ500日だと味も違ってきますね。違いますね。はい、じゃあ1000日いきましょうか。1000日約3年ですね。あ、ちょっとポロッとします。硬いですね。あ、高級品を落としてしまった。だいぶ硬いですね、やっぱり。なんか一かけらでご満足感がありますね。はい、そうですね、すごく味が濃くて、はい、
このままでも一つで十分な感じですけど、はい、調味料のようにパスタなんかに入れたらすごく美味しいかなっていう感じのコクのあるしっかりした味ですね。そうですね、もう口の中がもうチーズの味でいっぱいっていう感じが、本当ですね、チーズの味でいっぱいになりますね、はい。どのチーズが好みでしたか？私はこの千日が一番すごいチーズの味が濃くて好きですね。ああ、なんかすごくお酒が進みそうな味ですね。そうですね、ワインとか好きな人はいいと思います。はい、どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。では本題にまた戻っていこうと思います。私たちが開発した J チーズスターター、それもその熟成を進めるという目的で選びました。で、実際にですね、この J チーズスターターが、消費者の方に本当に好まれるのか、あとは熟成をちゃんと進めるのかということを、その答え合わせするために、私たちは2019年8月に札幌市で消費者型官能評価を実施しました。で、資料は J チーズスターターを入れない2ヶ月と3ヶ月のゴーダチーズおよび、同じチーズ工房で、同時に製造していただいたJチーズスターターを入れた2ヶ月と3ヶ月のゴーダチーズで、これを、この写真のようにですね、定規を当てて正確にカットして形大きさを揃えたチーズを、ランダムな順番に食べていただいて、評価をしてもらいました。で、その結果、消費者の方は特に表示がなくてもこの2ヶ月よりも3ヶ月1ヶ月熟成が長いものを美味しい、好ましいと評価しました。で、J チーズスターターを入れますと、この2ヶ月熟成でも3ヶ月熟成の入れないチーズと、同じ、遜色なくその指向性が、良い指向性が あるということが分かりました。で、この官能評価は試験ですので、被験者はこの隣と相談したり、私たちに試験中にその感想を言ったりすることができません。で、私たちはこのチーズの感想も知りたかったので、消費者の感想を聞くためにイベント会場で試食と投票も実施しました。で、これは札幌市のイベント会場で J チーズスターターを入れない従来品、酒粕、由来、P タイプと呼んでるんですけど P タイプを入れたもので、熟成チーズ由来の J チーズスターター C タイプを添加したものと、をランダムに配布しまして、美味しいと思ったものに投票してもらいました。その結果、味に違いはない、あとは味に違いは分からないと言ったのはわずかに6名でした。で、P タイプを用いたものというのが一番人気だったんですけれども、この P タイプは酒粕由来の乳酸菌ですので、私たちのプロジェクトがなければ、牛乳と出会うはずのなかった乳酸菌です。また P タイプは香りが好ましいっていう感想も多くて、香りの特徴化も選んでもらえる重要なファクターのようです。で、今日紹介した J チーズの取り組みはこのような研究支援に支えられて実施中です。ゴーダチーズでの効果は実証されたんですけれども、他のチーズ種での効果も調べていって広い普及に向かって進んでいます。で、最後にこれは宣伝なんですけれども、私たちはカビ熟成するナチュラルチーズの開発プロジェクトにも関わっていて、我が国の国菌と言われる、麹菌熟成チーズを開発しました。で、こちらは6月から発売になっていますので、ぜひ試していただければと思います。ぜひ食べてみたいですね。 ありがとうございます。ではここで視聴者の皆さんから質問があったのでお答えしようと思うんですけれども、先ほどの試食のチーズの値段を知りたいということでしたけれども、100グラムのブロックでこちらがだいたい400円ぐらい、これが800円ぐらいで、これが1200円ぐらいということだそうで、やっぱり熟成が進むと高いんですかね。6倍ですね。あ、はい、はい、違いますね、はい。
ちょっとまだまだ聞きたいんですけれども、そろそろお時間ですので次のお話に移ろうかと思います。小林美穂さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次は点滴を使って野菜の害虫を退治する研究と題して、企画戦略本部の阿部純一郎さんにお話しいただこうと思います。今から天敵の昆虫の話をしていただくんですけれども、実は一般公開のホームページにも害虫を退治するテントウムシの動画などもありますので、ぜひご覧になってみてください。それでは準備ができたようなので、企画戦略本部の阿部純一郎さんです。よろしくお願いします。はい、企画戦略本部の阿部です。よろしくお願いします。美味しいチーズの話の後に恐縮ですけれども、私からはですね、ちょっと虫の話をさせていただきます。突然ですけども、小林さんは野菜は好きですか？好きですね。サラダにしてよく食べてます。美味しいですよね、はい、私も大好きです。でもあまり知られていないんですけども、その野菜がですね、私たちの口に届くまではですね、農家さんと害虫の戦いというものがあります。で、今日はですね、その戦いについて皆さんに知っていただきたいと思いまして、農研機構の研究のうちですね、点滴を使って野菜の害虫を退治するという研究についてご紹介したいと思います。よろしくお願いします。さて、私はですね、昔、水菜や小松菜といった野菜の研究をしていました。当時ですね、水菜や小松菜の害虫が一体何種類いるのかなということで、調べてみたんですけども、小林さん、一体何種類ぐらいいると思いますか？10種類ぐらいでしょうか？そうですね、大体多くの方が10種類ぐらいというんですけども、私が調べた結果、ある地域ですけども32種類もの害虫がいることが分かりました。すごく多いですね。そうですね、実際日本全国図鑑なんかも含めて調べると100種類以上いるんですけども、この地域で農家さんが水菜や小松菜を作るということは、つまりこの32種類の害虫から水菜や小松菜を守る、32種類の害虫と戦うということを意味しています。で、戦うんですけど、守れないとどうなるかといいますと、この写真はですね、害虫が増えすぎて、収穫するのを途中で諦めてしまった水菜のハウスです。水菜のハウスって言ってますけども、見えているのは雑草ばかりで、水菜がどこにあるかも分かりません。で、小林さん、ここに何かありますけど見えますか？はい、虫取りの網ですかね。そうです、これはですね、虫を取る捕虫網なんですけども、農家さんがなるべく農薬は使いたくないなということで、最初は網で害虫を取ってたんですね。でも害虫の増えるスピードが速すぎて追いつかなくなって諦めてしまったというような写真です。で、こういったハウスのですね、中をよく見るとこのような水菜が見つかります。よく見ると分かるんですけども、見ての通りなんですけども、穴だらけになってます。で、小林さん、こんな水菜がサラダに入ってたら食べます？いや、ちょっと食べたくないですね。そうですね、食べられないこともないんですけども、どうせ食べるんなら綺麗な水菜がいいですよね。で、一体ですね、誰が水菜をこんな姿にしてしまったかといいますと、この水菜にも少し近づくと分かるんですけども、害虫のキスジノミハムシという虫が出てですね、穴を開けてたんです。で、この丸の中にいるのがキスジノミハムシの成虫なんですけども、こう写真からも分かりますようにね、とても小さくて、そう、成虫、親でもせいぜい 2,3 ミリの大きさです。で、このようにですね、害虫からですね、野菜を守りきれないと野菜がボロボロになってしまうということが分かると思います。そのためですね、農家さんはやっぱり最初に言いました通り、害虫と戦って守っていかないといけないということになるんですけども、まず、どうやって守っていけばいいかということを簡単にご説明したいと思います。害虫から農作物を守る方法は大きく分けて4つあります。で、これちょっと先ほどと違ってトマトのハウスなんですけども、害虫から野菜を守る方法の1つ目として、農作物を網で守ったりですね、ベタベタする粘着シートで害虫を捕殺するという方法があります。これを物理的な手段と言います。でも小林さん、よく考えてみていただきたいんですけども、夏に家で網戸を閉めたら家の中で虫が1匹も出なくなりますかね？いや、小さい虫は入ってきてしまいます。そうなんです、ハウスも結局同じで、網をしたからといって全ての害虫を完全に防ぐことはできないんですね。先ほどの水菜でお見せしたキスジノミハムシ
キスジノミハムシという虫も体長が 2-3 ミリととても小さくて、どうしても入ってきてしまうんです。で、どんなに網を張ってもですね、入ってくる害虫に対してはですね、次にです、害虫や病気に強い品種を使ったりですね、栽培方法を工夫するという方法があります。しかしですね、これでも害虫を完全に退治することができないんです。で、そこでどうするかというと、それでも出てしまう害虫には農薬をまくという方法が有効になります。で、農薬はですね、とても効果が高くて、どうしても増えてしまう害虫を一気に退治するための、農家さんにとっては非常に大切なツールになっています。で、これが最後の手段のように見えるんですけども、ところがですね、この農薬をまいても害虫が減らないことがあるんです。これはハウスで野菜を作るときに問題になりやすい重要な害虫たちの写真です。アザミウマ、アブラムシ、コナジラミ、ハダニといった害虫で、野菜で問題となる四大害虫と言っていいぐらいの害虫なんですけども、小林さん、こんなの見たことあります？アブラムシとハダニは私の家の観葉植物についてしまったので見たことあるんですけれども、アザミウマとコナジラミは見たことないです。そうですね、農家さんにとってはですね、恐ろしい敵なんですけども、世間ではあまり知られていない害虫たちです。で、なぜかと言いますと、こういった害虫の特徴がですね、もうとにかく小さいということ。大きめのアブラムシでもですね、だいたい 1.5 ミリ、小さいハダニになるとですね、1ミリか 0.6 ミリぐらいで、ほぼほぼもう目に見えないんですね。当然網を張ったところで入ってきます。で、さらにですね、こういった虫の恐ろしいところは増えるのが早いということです。目に見えないくらい小さいのに増えるのが早いということで、それだけでも困りものなんですけども、こういった害虫に農薬が効きにくくなっています。で、こういうのを薬剤抵抗性というんですけども、同じ害虫にですね、同じ種類の農薬を使い続けるとだんだん効きにくくなってきます。で、ちょっと考えてみていただきたいんですけども、例えば家で蚊とかゴキブリが出たときに殺虫剤をまきますけども、まいてもまいても死なない、どう思います？ちょっと困っちゃいますね。そうですね、困りますよね。それがですね、実際のハウスではもう起きていて、小さいのに、目に見えないくらい小さいのに増えるのも早い、で、農薬まいても効かないというのがこういった害虫になります。三拍子揃ったですね、とても大変な害虫たちです。で、ここでですね、この害虫のうちのアザミウマの動画があるので見てみましょう。これナスの葉っぱの上のアザミウマです。南黄色アザミウマという非常に困った害虫ですね。なんかパッと見小さくて可愛く見えて、これが害虫かと思うんですけども、これがですね、びっしりと増えて大ダメージをナスに与えてしまいます。で、話を戻しますと、こういって農薬も効かない、農薬で退治できない害虫と戦うために、農研機構が研究しているのが4つ目の天敵を使うという生物的な手段になります。ここで天敵という言葉が出てきたんですけども、小林さん、天敵と聞くとどんなものをイメージしますか？他の生き物を食べてしまう肉食の動物をイメージします。そうですね、その通りで、自然界の生き物にはですね、食うと食われるという関係がありまして、その中で食われる方から見て食う側を天敵と言います。で、イメージしやすい天敵ですと、ライオンとかカエル、クモ、それからカマキリ、テントウムシなどがいますね。で、実は鬼滅の刃って漫画アニメがありますけども、鬼滅の刃の鬼って人間を食べますね。ある意味ですね、人間にとって鬼って天敵なんです。で、人間が食べられると考えると怖いんですけども、自然界ではありとあらゆる生物にですね、天敵、つまり鬼のような存在がいるということです。で、先ほど四大害虫をご紹介しましたけども、当然四大害虫にも天敵が存在します。これは四大害虫の天敵の写真です。本当はもうもっとたくさんいるんですけども、一部の天敵だけを挙げています。で、見た目ちょっと気持ち悪いものもいるかもしれませんけども、どれも害虫を食べてくれる人間にとって頼もしい天敵たちです。当然害虫から見るとですね、こういった天敵が鬼のような恐ろしい存在に違いありません。で、ここでですね、この天敵の中のカブリダニという天敵の動画があるんで、ちょっとお見せしたいと思います。このオレンジ色の虫がカブリダニで、今害虫のハダニを食べているところなんですね。で、カブリダニはハダニをですね、ひっ捕らえてこう体液を吸うんです。で、もうすでにハダニ死んでるんですけども、このカブリダニはまだなんか吸ってやろうと思ってですね、こうハダニをもてあそんでいるところがこの動画になります。なんていうか、本当に
鬼滅の刃の鬼みたいで怖いんですけれども、これが味方になってくれるとこれほど頼もしい味方はいないといったものになります。いやすごいですね。この天敵がいるっていうことは分かったんですけれども、どうやったら使えるんでしょうか。はい、実はですねこれもあまり知られていないことなんですけども、害虫を食べる天敵は売られています。でここで挙げてますのは日本で天敵を販売しているメーカーさんのホームページになります。日本ではですねおよそ20種弱の天敵が売られています。でそのほとんどがですね先ほどの4大害虫を食べる天敵です。で私たち農研機構でもですね新しい天敵の開発に携わっています。ちょっとご紹介しますと、例えばここに挙げています飛ばない波テントウですとかタバコカスミカメといった天敵は農研機構が中心となってさまざまな研究機関や民間企業大学と協力して開発してきました。でその結果ですね飛ばない波テントウの方は、テントップという名前で、それからタバコカスミカメはバコトップという名前で販売されています。バコトップタバコカスミカメの方の動画があるのでちょっと見てみたいと思います。あんまり動きないんですけどもこれ動画始まってます。でタバコカスミカメが針のような口でですねこの下にある小さい虫アザミウマを突き刺してやはり体液を吸っているところです。タバコカスミカメは天敵の中では大きい方で非常に機動力に優れているということで今最も注目されている天敵の一つです。それならこれを農家さんが買って話せばバッチリなんじゃないでしょうか。そうですね、ここまでいいことばかり言ったんですけども実は売られている天敵を使って害虫を退治するためには大きな問題点がありました。ちょっとその問題点について説明します。ここに見えてますこの四角がハウスで、この緑色の丸が野菜と思ってください。ハウスで野菜を作っていると害虫が出ます。で農家さんが天敵を買って放すと、そうすると天敵は害虫を食べますんで当然害虫は減っていくと、でいなくなって退治成功めでたしめでたしとなるんですけども、ここでよく考えていただきたいんですが、天敵は何を食べて生きているかというと害虫を食べているんですね。で天敵のご飯は害虫です。でその害虫を天敵が食べて減るんですけども、要するにそれはご飯がなくなるということを意味していまして、害虫がいなくなると天敵のご飯がなくなって結局天敵も全滅していなくなってしまうんですね。なんか非常におかしな話ですけども、害虫は退治したいけど害虫を退治すると天敵は生きていけないというジレンマがありました。でこういった問題をですね解決できないかと、研究でいろんなことを調べて大事なことが分かってきました。で、その解決のためのヒントがですね代わりの餌ということになります。これ綺麗な花の写真ですけれども、もしかしてこれが餌なんでしょうか。その通りです。ですね、さまざまな天敵を研究してきたんですけども、例えばここにあります天敵ヒメハナカメムシについて調べますと、これヒメハナカメムシの幼虫と成虫の写真で、この天敵はアザミウマを食べるんですけども、ずっとですね天敵ということでこのアザミウマとの関係だけが注目されてきました。ところがよくこの天敵の一生を調べてみますと、アザミウマだけでなくですね花を食べる花粉とかを食べるということが分かってきたんです。主食ではないんですけれども補助食として花を食べるということが分かってきました。これはスカエバラという花の写真ですけれども、このヒメハナカメムシが特に好きな花の一つです。このヒメハナカメムシが好きな花があるということが分かりました。さらに別の天敵で、言いますと、これは天敵ヒラタブという天敵で、幼虫がアブラムシを食べるアブラムシの天敵なんですけども、じゃあ成虫もアブラムシを食べるのかというと、成虫はアブラムシを食べずにやはり花の蜜とか花粉を食べることが分かりました。でこの天敵はそばとかですねホーリーバジルといった植物の花が好きだということが分かってきたんです。つまりですね、天敵の補助食とか住処になる植物がですねあるということが分かりました。でそういった植物が天敵の一生の中でとても大事な役割を果たしているということが分かったんです。で先ほどはヒラタブとかヒメハナカメムシといった天敵をご紹介しましたけれども、多くの天敵が花植物を補助食などとして利用しているということが分かりました。で私たちはこういう植物を天敵温存植物と呼んでます。でここで農研機構が開発に携わってきた天敵タバコカスミカメに関して言いますと、タバコカスミカメについて詳しく研究しました結果、この天敵はコナジラミとかアザミウマといった害虫を食べるんですけども、
それ以外に、私たちの研究でバーベナという植物を補助植としている、あるいはちょっとこれは農研機構の研究ではないんですけども、クリオミという植物を食べるということが分かりました。さらにこういう植物を産卵場所にしたり隠れ家にしたりするということも分かってきたんです。じゃあ普段は害虫を食べるけれどもお腹が空いたりとか、あの害虫がいなくなってお腹が空いてしまったら植物を代わりに食べるということですね。もうその通りですね。あのもうそれを食べるだけじゃなく、この植物が卵を産む場所になったり隠れ場所にもなったりするということです。で、まあ、あのこういったですね、代わりの餌を食べるという天敵の特徴を活用してですね、私たちが作ったのがバンカー法という方法になります。ここでバンカー法を簡単にご説明します。先ほどと同じでですね、これがハウス、これが野菜と思ってください。バンカー法ではまずハウスの中に代わりの餌を置いてあげます。でそこで天敵を放すと天敵は代わりの餌を食べてそこで維持温存される。で野菜の上で害虫が出た時にはここから食べに行ってくれて、害虫を食べて退治した時にはまた戻ってきてここでさらに維持温存される。要するにあのハウスの中で天敵を長く住み着かせてですね、常にハウスの中をパトロールしてもらうような状態を作るというのがバンカー法になります。これはですね、実際に天敵のタバコカスミカメを使っているトマトのハウスの様子です。でこちらがトマトですね。でこちらが天敵温存植物のクレオメ、代わりの餌になります。でここでタバコカスミカメがいてですね、維持温存されている。でトマトの上ではコナジラミという害虫が問題になるんですけども、コナジラミが出るとタバコカスミカメが食べに行って食べ終わると戻ってきてくれるというようなシステムになります。これ天敵に対する効果もありますけれども、花があるとなんだかハウスが華やかでいいですね。そうですね。あの私たちもあのそれを狙ってまして、あの花をハウスに植えることで農家さんが気持ちよく作業できるアメニティ効果もあればいいなと思ってます。で、まあ今はあのタバコカスミカメの例を紹介しましたけども、農研機構ではあの他の天敵についてもですね、代わりの餌をうまく活用したサポート資材、サポート技術というものを作っています。で今は天敵別にそういった技術を作ってるんですけども、これから、いろんな作物でですね、天敵を複合的に利用してですね、総合的に害虫退治していこうということをですね、今日も紹介ありました植物防疫部門を中心に研究を進めているところです。で、私が紹介した天敵や技術につきましてはですね、マニュアルが公表されていまして、農研機構のホームページからも検索できます。あのホームページの右上に検索窓がありますので、そこに点滴の名前を入れていただければ、あの比較的容易にですね、マニュアルにたどり着けると思います。で、まあ、最後になるんですけども、農研機構ではこういった研究を続けていくことで、あの害虫の問題をですね、大幅に削減していきたいとは考えているんですけども、それに加えて、まあ、あの特に若い方たちにとってですね、点滴や花を使うことで農業をもっと魅力的なものにできればと考えています。以上で私からの研究の紹介を終わります。ありがとうございます。でちょっとだけ時間があるので、あの視聴者の皆さんから質問があったらちょっと見てみたいと思います。はい、これ天敵が花粉を食べるために飛び回ると結果として受粉を手伝うことになって受粉をしてくれるのかなっていうコメントがありますけれども、そういうこともあるんでしょうか。農作物の方の、あの花粉も食べるのでその可能性はありますけども、はい、代わりの餌はですね、特に天敵が好きなあの植物を別に置いていますので、はい、あの農作物の方はやっぱり別に別な方法で、はい、例えば丸花鉢を使うですとかそういった方法で受粉することになると思います。あ、じゃあ受粉には受粉用の昆虫がいて、ね、天敵退治にはそれ用の天敵を生きたのを買ってきてその生きたのを撒いてって感じですね。はい、なるほど。ではそろそろお時間になりますので、まだまだ聞きたいんですけれども、これで終わりにしようと思います。阿部さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後のお話です。遺伝資源って何と題して、遺伝資源研究センターの内藤健さんです。よろしくお願いします。あ、どうもこんにちは。遺伝資源研究センターで今研究員をしている内藤と言います。で今日は僕はですね、遺伝資源って何っていう話をするんですけど、ま、この遺伝資源っていうのが、ま、実際我々人類にとってどんだけ大切なもんかという
そういう話をしたいと思います。で、最初、まあ、こんな綺麗な美味しそうなパンがたくさん並んでる写真を出すんですけど、まあパン屋さんに行くとこういろんなパンが並んでて、あ、どれにしようかなみたいな悩むことはよくありますけど、じゃあこのパンが何からできてるかっていうと、今日昼にパンを作る動画が出てましたけど、小麦粉からできますよね。でその小麦粉っていうのはこの小麦畑に生えている小麦から取れるわけです。で、まあ、これ小麦畑の写真ですけど、これを栽培してるとこういうふうに穂が出てきて、でこの穂から小麦の実を取る。でこの実の皮を剥いて粉にひいて、ですると、で、まあ、これをこねて焼くとパンが最終的にはできるということですね。でただこの小麦畑でこんなふうに小麦を栽培していると、大概こういろんな問題が起きてくるわけです。で、まあ、最大の問題っていうのは、まあ、ここでカエル君が言ってるこう病気とかね、というようなやつですね。で、まあ、病気にも、まあ、何十種類何百種類もあるんですけど、この小麦にとってだいぶやばい危ない病気っていうのはこの黒サビ病っていうやつなんですよね。でこの黒サビ病がこう出てしまうと、まあ、こういうふうに植物体カビだらけになってもう全ほぼ全滅して、農家さん的にはもう収穫がほぼゼロになってしまうということもあるような、そういう非常に危険な病気なわけです。まあ、日本みたいに雨が結構降るところではそんなに問題にならないんですけど、まあ、雨の少ない小麦をいっぱい栽培しているような地域では特にこれは問題になりやすい病気です。でこの黒サビ病っていうのは、まあ、こういうやつで、こんな悪そうな顔してるやつなんですけど、で、この小麦の黒サビ病っていうのは出てしまったら結構打つ手がないんですね。で我々人間だったらこう病気になったらこう病院に行って薬をもらって治療するということができるんですけど、こう畑で生えてる植物に対してはそういうことはなかなかできない。なので黒サビ病を防ぐにはもうどうしてもその黒サビ病にかかりにくい抵抗性の品種を使うということが重要なポイントになるわけです。で、まあ、この黒サビ病がいて、この黒サビ病に小麦がやられてしまうとなる。でも病気にかかりやすいっていう意味で利病性って書くんですけど、で、まあ、こうなってくると人類はこれに対してこの黒サビ病に強い品種を、まあ、品種改良で作って抵抗性の品種を作ると。でそうするとこの黒サビ病を防ぐことができるようになるけど、コロナのデルタ株みたいな感じで病原菌の方も突然変異を起こしてまたこの抵抗性を破って再びこう病気が蔓延するみたいな、こういうこのサイクルをですね、ずっとこう延々繰り返しながら人と農作物とあと病原菌っていうのはもう戦い続けながら歴史を刻んできたわけなんですよね。で今現在の状況というのは、この小麦畑に植わってる小麦というのは黒サビ病に抵抗性のものばっかりということになってるんで、まあ、現状黒サビ病なんかに負けることはない、だって抵抗性だからね、という状況が成立していたんですよね、この間まで。でところが1999年ウガンダのごめんなさい、アフリカのウガンダ共和国で一つ大事件が起きてしまうという話です。で、まあ、この話の流れからだったらもうなんか想像つくと思うんですけど、このウガンダ共和国で黒サビ病の新種変異株が発生してしまったということですね。でウガンダで1999年に発生したということで、UG99、 小麦黒サビ病の UG99 株という名前がついてます。でこのウガンダで栽培してた小麦だって、その黒サビ病に抵抗性のものを使っていたはずなので、あれと、これもしかしてやばいんちゃうかって、まあ、研究者が緊急の調査をしてみると、その時アフリカ大陸で栽培されている全ての品種っていうのがUG99 にやられるということが分かって、おっちょっと待ってよなって、でさらに追加調査をして、じゃあ世界中で植えられている小麦、今の小麦品種全部調べてみて もうその UG99 に抵抗性のものは一個もないということになってしまったわけです。あれあれって、で、まあ、言うてるうちに、これこの UG99 がどういうふうに広がっていったかっていう図なんですけど、1999年はウガンダで最初に発生したんですけど、2年後には隣のケニアに飛び火します。で、そうこの小麦の黒サビ病っていうのはカビで胞子になって、すごい風に乗ってなんぼでも飛んでいくということがあるんで、実際でどんどん広がっていくんですね。2003年にはエチオピアに行って、でそこから3年後にはもう海を越えてイエメンで、1年後にはイランに行ったと
というような感じです。でこの隣のインドとかパキスタンと中国で、あともうちょっと行ってこうヨーロッパに行くと、例えばフランスとか、あとこの辺の、インドパキスタンっていうのはその小麦を輸出してる国なんですよね。でそうすると国際市場に出回る小麦がやられるやんということになるわけです。まあ、こうなってくるともうあわわわわわですよ。もうやばい、世界の国際市場から小麦が消えてしまう、小麦粉が消えてしまうって、まあ、そうなると僕たちパンもなかなか食べられなくなるし、うどんとかパスタとかラーメンとかももうなんか一杯何千円ぐらいのものすごい高級品になってしまうかもしれないという、そういう状況が実はつい最近起きてたんですよね。あんまニュースでは見なかったと思いますけど。でこういう状況をちょっとこれなんとかせなあかんやろうということで、あの2005年からメキシコにある国際麦トウモロコシ研究所というところで、あの国際的なこの黒サビ病対策プロジェクトみたいなのが始まりました。でここの研究者、まあ、ここに来た集まった研究者たちが何をしたかというと、もう片っ端からですね、2万2000っていうすごい種類の小麦を集めてきてですね、でここに片っ端からこの UG99 をかけてみて、で抵抗性かどうかっていうのを、そういうスクリーニングをまずやったんですよね。で、2万2000調べて、なんとか2つだけあの UG99 をかけて、まあ、この2番目のやつとこの3番目のやつですね、この2つだけが UG99 株がかかってもほとんど病気が出ないすごい抵抗性のやつがあったということで、あ、よかった、これでなんとかなるわってちょっと落ち着くっていう感じですね。でまあ抵抗性のものが見つかると、まあ、この時見つかった抵抗性のものっていうのは、その黒サビ病 UG99 には強いけど、あの畑で栽培しても全然あの収量は少ないし、これでパン焼いても全然おいしくないっていうものなんで、普通にまあたくさん取れておいしいけど弱いっていうやつと掛け合わせて、そうすると子どもからバーッとこうあの強いやつから弱いやつまでいろんな兄弟ができるんですけど、この中の一番強いやつにもう一回このおいしくてたくさん取れるってやつを交雑して、でまた子どもを作って、でまたその中から強いやつ選んでまた交雑してっていうのを、だいたい7回とか10回とかそれぐらい繰り返すと、あの抵抗性でかつたくさん取れてしかもおいしいっていう、そういう抵抗性の品種ができるということですね。でこれで現在はさらにこの UG99 にも抵抗性の品種を作ることができているということで、ちょっと本当に危なくて冷や汗をかく状態だったんですけど、今は小麦畑は守られた、ああ、よかった、やったねということです。ほんでこの時のこのプロジェクトの鍵はこれなんですよね。そもそもこの2万2000っていうすごい数の小麦なんてどこにあったんやという話なんですけど、それがこの農研機構にもあるこのジーンバンクって遺伝資源研究センターの建物の中ですね、この中に入るとこういう超巨大な冷蔵庫で、あるいは冷凍庫があって、ここにそのペットボトルとか缶詰にされた植物、あの作物の種がびっしり20万23万ぐらい入っている、いるというような感じです。まあ、こういうふうにこういろんなストック取っとくことで、なんかいざとなったらここから取り出してその問題に対処できそうなものを探すという、そういうためにまあ、取ってやるというものが遺伝資源だということですね。なるほど、はい。それにしても2万2000種も小麦が保存してあったっていうのはすごいことですよね。ね小麦も2万2000が全部ですか、それともっとあるんでしょうか。日本の今のこの冷凍庫、ここに入ってるここだけでも小麦だけでだいたい7万点近い7万コレクションがあります。だからまあ2万2000でダメだったらもっともっとやればいいっていう話になる。なるほど、はい。あ、すごいですね。ちょっと一段落し、お話が一段落したので、視聴者の皆さんのコメントとかを覗いてみたいんですけれども、なんかありますか。なんか鳥獣戯画のカエルなんてコメントとかありますけれども、ああバレてる。あ、うん、なかなか著作権フリーなんで。あ、そうなんですか。はい、あと、あ、なんか面白いとかいろいろいただいてますね。ありがとうございます。面白いのは間違いないでしょう。あ、そうですね。はい。じゃあこの遺伝資源の説明をいただいたんですけれども、はい、遺伝資源ってどうやって集めるのか具体的に教えてください。具体的にですか、はい。じゃあまあちょっと半分無理やり連れて行かれて僕は嫌やって言ったんですけど、いや一回経験しとけみたいな感じでミャンマーのすっごい山奥にその遺伝資源
探索の旅をするっていう、そういうのに一回行ったことがあるんで、じゃあその時の話をしてみようと思います。で、今ちょっとミャンマーってもう情勢がすごい不安定で、今から行くことはできないんですけど、まあ、そのちょっと前ぐらい、2017年、6年、5年ぐらい前ですね。で、行った時はまあ大丈夫だったんで、その時に行った時の、まあ話ですね。まあ、ミャンマーの一番大きい空港に降り立ったら、プロペラ機で内陸の方にブーンって飛んだ後、さらに、川でですね、1日、川の上流までブーンってこう遡っていって、最後は車で、もうどこやねんここみたいなところまで行き着くと。で、こういうところまで行って、まあ、ここで、まあ、これでもこの周辺では一番大きい村なんですよね。で、こういう町とか村に行くと、大概あの夜明けとともに朝市が始まるんですよ。で、周辺の山々から農家さんがあの自分とこの作物とか鳥とか牛とか潰して持ってきたりして、こういうふうにあの路上に店を並べるんですよね。で、この店には当然このそこその山々で農家さんが栽培している野菜とかがバーって集まってくるん で、ここでまず珍しそうなものを探して買うっていうのがあの一番最初の仕事っていうことになります。で、この真ん中に映ってる人参なんか明らかにこう最近の人参なんで、こういうのはまあ集めないんですけど、この辺の、これは、トカドヘチマかなとか、そういうのとか、まあ、こういうやさあの珍しそうなものをまず物色するというところから始まります。で、朝一が終わると朝ごはん食べて、でいざ車に乗って、で周辺 の畑を回っていくと。で、農家さんがそこで作業してたら声をかけて、ここで何植えてると、何植えてんのって聞いて、でもし今種ができてんのがあったらちょっともらってもええかとか、で、あのいいよって言ってくれたらそこでまた種を分けてもらうとか、ちなみにあの現地の研究者と一緒に回ってるんで、まあ、通訳はその現地の研究者にお願いするというような感じです。で、またさらにさらにこう山奥にずっと行くんですけど、その時に走る道がもうこんな感じで、もう山削っただけみたいなところです。でもうこれもう今にも崩れそうで、ちょっともう落ちるんちゃうかな、これ落ちたら死ぬなと思ってたら落ちたっていう写真なんですけどね、これが。で、うわ、もうだから嫌やってんみたいな思いながらも、まあしばらく動けなくてもですね、まあこの周辺探せば多分あの野生のナスとかそういう多分珍しいのも手に入るかなと思って、まあ転んでもただで起きずの精神で集めてみたりとかですね。で、まあそうやってこうドライブって言うとあかんなそうやってこう探索して歩いてると、こういうあのここそうそうすごい感動した場面なんですけど、これあのここまあ山がちょっと崩れて、であの植物が生えられる土ってもうあの地面の本当に上の方表の浅いところだけなんですね。でちょっと深くなったところはもう栄養分が全然なくて、だから山がバーって崩れたすぐのところっていうのは全く草生えないですよね。まあ、雑草も生えないところに誰かが豆をまいてそこそこちゃんと栽培できてるっていう場面なんですよ。でこれはいわゆる雑草も生えられないところであの収穫できる、もう肥料も何もいらんみたいな、すごいポテンシャル秘めたやつやんっていう感じで、これをあのちょっと感動したという場面です。で、まあ、あとは、まあ、農家さんが自分の家に引き上げたら、もう実際もう家々を回って、あんたとこでどんなストックがありますかっていう、なんか種来年用に取ってる種があったらちょっと分けてくださいっていう話をして、いろいろこう出してもらう。で、まあ、いちいちこのいつ植えんのとか、この品種の特徴は何みたいなのを聞いて、いちいちそうかなり項目があるんですけど、全部記録を取って集めてくるというような感じです。まあ、こんな感じですね。もうとにかくこの遺伝資源っていうのはもう何でもいいから一つでも多く収集して、で保存しておくというのが、まあ、使命といいますかね。もうあの UG99 の時みたいに、もうそういうこういざという万が一の事態が発生した時にあの役に立つ、問題に対処できるようなものがあるかもしれないので、もうそのかもしれないのためにもう何ですかね、存在してるっていう、そういう機関です。はい、なるほど。でも何でも私も保存しておきたいなとは思うんですけれども、ジーンバンクのスペースにも限りがあって、ちょっと難しいんじゃないのかなと思うんですけれども。でもうちのジーンバンクのこの箱もあの今23万点保存されてるって言いましたけど、あのキャパシティとしては40万入れられるんですね。だからまだあと半分ぐらいはあの集めてこれると、保存できると。
でやっぱ、まあ、それでもいっぱいになったらどうすんねんみたいな話なんですけど、まあ、それでもですね、50年ぐらい前にあの遺伝資源はちゃんと集めとかなあかんねっていう話が世界的に結構こう盛り上がってたんですけど、その時にアメリカの農政局に働いてるハーラン、ドクター・ハーランっていう人が言ってたんですけど、まあ、この人が1961年にトルコでとある小麦を取ってきた、小麦の系統を取ってきたという話があって、でこれがもうひょろひょろでもうすっげえまずくてもうすぐ倒れるし、ほんでなんかハサビ病っていう当時アメリカで流行ってた病気にも弱いし、ほんで寒さにも弱いくせに冬を越さないと穂が出てこないっていう、もうめっちゃめんどくさいやつやって、もうこんなん何の役に立つねんみたいな感じで、その1961年に取ってきたけどもう誰も見向きもせんまま置いてた。でところがそれから15年経った時にアメリカの小麦畑がキサビ病っていう病気にブワーってやられて、でもう何千万ドルっていう被害が出た時に、じゃあそのアメリカのウスダ USDA ってアメリカの農政局で保存してる系統をキサビ病抵抗性って探してみたら、お前あの時のっていうあのトルコのヘナチョコがですねめちゃめちゃ強かったらしいんですよね。でその15年経って初めてそいつは日の目を見て、でまあその当時の品種とそのトルコのヘナチョコを掛け合わせて抵抗性の品種を作ったということがあったりするんで、まあ、やっぱりですね、まあ、もうとにかく集めると、ほんで自分とこの保存庫がいっぱいになったらもう隣の国の空いてるスペースを借りてでもいいから、やっぱそうやってこうとにかく保存する、もう取って集めて保存する、多様性は大事にしようっていう、そういうことですかねっていうところだと思います。ああそうなんですね、はい、やっぱりじゃあいつか役に立つかもしれないっていうことで保存しておくことって大切なんですね。そうですね、もう利益度外視でこういうのはやるという、そういうのが大事なんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。ではここでちょっとだけお時間があるので質問があったら見ていきたいと思います。コメントをいっぱいもらっていて、すごいもらってます。やっぱり面白いですもんね、ジンバンクの話ってよかった、はい、はいはい、ちょっと戻りきれないんですが、はい、なんか質問あったんですかね。質問ってコメントがすごく多くて、うん、質問がちょっと今たどり着けないんですがすみません、はい、その トルコのヘナチョコがすごかったんだねっていう反応がすごい。そうそう、実はキサビ病だけじゃなくて、はい、他の病気にもいろいろ強いっていうことが後で明らかになって、はい、だから今のアメリカで栽培されてる品種はほとんどそのトルコのヘナチョコの血がどっかで入ってるっていう。ああそうなんですね。そういう、もうそれぐらいすごいやつだった。あ、マイクから遠かった、はい、あ、はい、すみません。ジンバンクの中の種ってずっと置いておくと思うんですけど、はい、それって寿命とかってあるんですか。あ、その一応種が長持ちするような条件、湿度 15% でマイナス1度とかマイナス20度とかそういう低い温度で保存しておくと、まあ、長持ちはするんですけど、まあ、やっぱり経年劣化はしていくんですよね。なんでその保存してる20万点全部について、ま、5年に1回は全部発芽試験をしてクオリティチェックをするということをしてます。でなんかもうちょっと7割8割ぐらいしか芽が出ないってなると、それが劣化しているサインになるので、もうそのまだ元気があるうちに畑に撒いてまた新しい種を取ってで更新するっていうことを、まあ、5年に1回やるんで毎年だから4万点とか、あ、すごい、それぐらいの発芽試験をしてるっていうそういうところですね。それ全部手動っていうか手作業ですよね、まあ、手作業で撒いて、はい、発芽するか見て、まあ、そのための部屋がもうそれだけをやってる部署があるんですけど、あ、すごいですね、まあ、頭が下がります、はいはい、ではまだまだ聞きたいんですけれども、そろそろお時間ですので、はい、お話を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。これで3つの研究のお話を終わりにします。皆様いかがでしたか。農研機構にはまだまだ面白い楽しい話題がたくさんあります。時々ホームページも覗いてみてください。この後は日本を離れてオランダ・オアヘニンゲンからオランダ農業についてご紹介いただきましょう。
それでは司会を岸本さんと金川さんに代わります。では岸本さん、よろしくお願いします。はい、小林さん、どうもありがとうございました。